3年の優勝校、京都大学。開会の辞、教員長、橋本でございます。皆さん、ようこそ名古屋にいらっしゃいました。本日はあいにくの雨で少しはしのぎでございますが、例年の名古屋の夏は常任しやすく、ちょうど今つい隣の愛知県体育館で多くの名古屋場所が行われておりますが、あれは絶対場所として力士年には非常に評判の悪いことであります。さて、本日から日夜間にわたって第31回国立奈良大学柔道大会が行われるにあたりまして、司会校として皆様方をお迎えすることができますことは、我々にとって非常な光栄を存じる次第であります。我々関係者一同鋭意努力しまして円滑な運営を図るつもりではありますが、何分にも気づくことした点が多く、皆様方にご迷惑をおかけすることも多いかと思いますが、何分もご了承のことをお願いいたします。選手諸君、皆さんが過去1年間最大の目標として全てを犠牲にし、汗と涙と、それが血でにじんだ猛練習を重ねられた成果を発揮する日がいよいよ参ったのであります。どうかペースを鍛えた技と気力の全てをこの2日間に燃焼させて、不意のないかつ奈良大学の柔道部員として恥ずかしくない正々堂々たる試合をしていただくことを希望しまして、私が挨拶します。審判の準備。審判につきましては、従来通り出題学の柔道審判規定で、行います。先日来いろいろ検討してまいりました結果、多少するものと違うところがございますので、それを遺産申し上げます。一つは第5条の、故意でなく場外に出た場合はできるだけ試合を中断しないように試合を続行させる、これは従来通りでございます。で、締められた場合に、回転して、場外に逃げるのも、これは逃げるではないかという議論もありましたが、一応これは認めるということになりました。しかし故意に場外に出た場合はこれは反則として注意ありが継続を取るということでございます。特にこの会場は広くございますので、そういった自由にですね使えると思うんですが、これは別なことですけれども、場外に一軒のところに赤い印してございますので、これはそこの中に選手服は入らない、そこは試合場の一部と見て開けておいていただきたいと思います。それから第23条 の待ての項でございますが、頭が畳から離れた、それは30センチという規定があったんですが、それにはこだわらない、だから三角で挟んだ場合に、頭が畳から離れたらこれは待て、それから、引っ込んだものを体を畳から離した場合には待てというようになります。壁の問題は従来と同じでございます。それから反則事項のところ26条
三公の神が待てとの宣告した後に技をかける。特に、そのうちでも、待てと言った時にあの血が取ったものは引き上げる。そこで待てと言った後にこいつをグッと決めるという行為があった場合には、これは反則負けでございます。それから、その他の技をかけた時には注意上げが警告でございます。それから第17項の、銃を持った両方対策の足で切り離すといいますときには、それは勝ったままということでございます。それから21項の相手の柔道着を加えたり、相手の顔面を直接手や足でかけることというのは、全般の相手の柔道着を加えたりというのは、よろしいということで、ね、これはさっきです。それから23項の固め技の時、相手の目から口の上を手や腕を柔道着で締めること、これはもうさっきのみたいな、反則ではないけれども、そういう行為の時は従来のように注意されて、話す場合があります。それから、28条の投げ技の法則の肩の前に担いだ、これは投げて初めて判定を決まることになります。それから第3項の肩部屋の第3項の関節技の決まりは、前から中の発声をするか、あるいは手を叩いて合図するか、または今度はこれが変わったんですが、完全に決まったと審判が判定したら見込んで一本を取るということでございます。変わりましたら以上です。一つ貴重な割合で議論ございますので、正々堂々と真ん中で試合をされるように思います。はい、選手先生、先生、我々選手指導は上手の通り先生の座のことを誓います。昭和57年4月17日選手代表名古屋大学柔道部主将野口哲夫。連絡事項3点
どうOh!
Thank you.
入った。Right there.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
しようか、何言うの。バカ、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 ショート長いんですか。何で今行かなかったですか。はい、よ、いいでしょ。
どうも。